NVAN は、本田技研工業が生産、販売する軽貨物車である。生産の一部は、ホンダオートボディに委託されている。2011年11月に発売した初代 N ボックスを皮切りに展開している N シリーズの第5弾で、軽商用車の新しい姿を目指して開発された。LPL は、ホンダ技術研究所所属で、初代 N ボックスの開発に携わった経験のある古舘茂。シリーズでは初の商用車種であるとともに以前販売されていたアクティバン、バモスホ病の実質的な後継車種でもある。セミキャブオーバースタイルのアクテ系列から一転し、2代目 N ボックスで開発された FF 車用プラットフォームをベースとしたトールワゴン型のスタイルを採用。これにより、ミッドシップエンジンレイアウトをとっていたアクティバンとの比較で過失長が大幅に削減されている。一方、軽商用車としては初めて助手席側のセンターピラーを配したドアインピラー構造を取り、長尺物などの積み下ろし作業における使い勝手の向上を図ったほか、N ボックス同様のセンタータンクレイアウト採用による低消化で過失高はアクティバンと比較して 165mm 高い 1365mm まで拡大された。また、リアシートに加え助手席シートにもダイブダウン機構を採用し、助手席からリアシートテールゲートにかけてフラットにつながる加湿を実現。長尺物の積載も可能としている。パワーユニットは N ボックスと共通の S07B 型を商用車特有の積載負荷や使われ方に配慮して最適化。エンジンは最高出力、最大トルクが N ボックス比で 4kW、1Nm 引き下げられている。トランスミッションは、ホンダの商用車では初採用となる CVT を全タイプに設定するほか、エンジン搭載車は、S660 をベースに改良した6速マニュアルを軽商用車で初採用している。安全性能では安全運転支援システム、ホンダセンシングを全タイプに標準装備とした。衝突軽減ブレーキ、CMBS、歩行者事故低減ステアリング、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能、路外逸脱抑制機能は全タイプに備わるほか、無断変速オートマチック車のみ、誤発進抑制機能、ACC、アダプティブクルーズコントロール、LKAS、車線維持支援システム、後方誤発進抑制機能の各機能が加わる。また、NVAN スタイル全タイプには、オートハイビームも追加される。当初は、すべての生産を、ホンダ技研工業鈴鹿製作所で行っていたが、2021年に、生産の一部をホンダオートボディへ移管している。ホンダオートボディにおいては、アクティバン、バモスの生産終了以来3年ぶりに、軽ライトバンの生産が復活することになった。N シリーズが提案する次世代の軽バンを表現したものである。ありがとうございます。